保護犬に愛のバトンをお助けドッグ。はい、預かり保護犬めめちゃんです。めめちゃんもともと家庭犬でした。元飼い主様は高齢で施設に入るためめめちゃんを手放すことになりました。里親様が決まるまで私お預かりしています。保護した時期はまだ暑かったのにもう4ヶ月経とうとしています。すっかり寒いです。ストーブ出したらめめちゃん気に入ってくれて、お気に入りのソファーの定位置もストーブの前に変更になりました。なので本日めめちゃんのためにストーブに合うものをプレゼントしたいなと思います。ストーブもキャンプ用に買ったものなのでキャンプ気分を味わうためにテントを用意してあげました。気に入ってくれるかな。ハウス。それではめめちゃんとキャンプ気分を味わうためにストーブでおやつを炙っていきたいと思います。
メミカさん、このチャンネルでは保護犬の日常を見ていただきたいという思いで発信しています。皆さんに見ていただくことで保護犬たちのご縁がつながっています。ありがとうございます。チャンネル登録、犬友達に動画のシェアも助かります。